落語家の立川志らく、59が31日、TBS 系、昼帯に出演。保険金不正請求に続き、除草剤問題でも荒れるビッグモーターに言及した。中古車販売会社のビッグモーターで、店舗前の街路樹や樹木が不自然に枯れていることが発覚。意図的な除草であるとして、国交省が立ち入り庁、査に入るなど、新たな火種となっている。志らくはいつかバレるということがわからなかったのかなというね。自分たちのお店を世間に見せたいがために、自分の家の庭ではな、木を勝手にこんなことして、恥ずかしいじゃないですか。帰って木で隠したいくらいです。米皮肉混じりに非難した。また、絶対上から指示があったんだろうけど、真面目にちゃんとやってる、有能な社員だっていっぱいいるはずなんです、と、やはり企業体制を問題視。今は子供だって笑いますよ。ビッグモーターだ。で。それが気の毒ですよね。真面目にやってる人た。金と社員に同情の目を向けていた。